さあ延長戦です、はい、生配信終わったばっかりなんですけど、はい、まだ材料があるということで、うん、でどうしてもねそのスタッフさんが食いたいとお腹グーグーなってますもんねスタッフさんでしょ。わらふじと2人は料理、はい、うん、しますします。僕ら2人ともしますね、はい、じゃあ藤原はもう調理師免許も持ってるし。え、持ってます。そうです、実は調理師免許持ってるの。隠してたんですけど。隠してた。え、マジで出せ持ってんすよ。あ、まあ、すごいね。専門学校行って取ったんですけど、はい、え、調理専門学校、はい、マジ。ちょ、お前やれよじゃあこれ急に何さあもうちょっとですから何も怒ることない。肩が一定しまうこれ伊達焼きですか。肩持ってじゃん。ずっと嫌だったのかということはずっと嫌だったんじゃないですか。途端にお前やれよずっとさ、ずっと下向いてるからさ、買って何これ。結構これ大丈夫かな。あ、ちょっと低くしていいですか。なんで延長戦で俺肩揉んでるんですか。あ、いいね、はい、復活、うん、はい、藤原さ、はい、俺の今日のこれ見てて、はい、こここうしたらいいのになっていうのあった、はい、ここ違いましたよとか。いや、違うとかないですよ。料理ない。料理ってそういうものじゃないんで。おお、人それぞれ正しいと思う道を行けばいいものなんで。あ、そうですか。正しい道を歩くと書いて料理ですからね。全然違うよ漢字3文字になってるんですよ。じゃあここに2つ、はい、で上から少しずつかぶせるからなんとなく考えてね。はい、もうちょい頑張るか。はい、 あ、今回は音が鳴ってますね。鳴ってね。はい、こっち餅多すぎねえかお前。どうですか。上からかぶせるから少し残しといてねって言ったよね俺ね。あるよね絶対に。あ、やべえ、やった絶対にあるよね。ないないない、言ったもんだって俺の前に。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ちょ、一回お前本当にな、そういうとこなんだよお前のダメなところは。聞いてないですよね話を。聞いてない人の話を。毎月屋根さんにそういうところだぞって言われば、もう何か所かのところだか分からんもん。もうさ、毎月俺お前説教してるな。そうですね、ちゃんとした理由でね。はい、あれ藤原に言ったっけ、子供の名前のやつ。言ってないです、聞いてないです。でも何回その話するんですか。もういっぱいするわ子供のさ、はい、まあこいつがあの子供できましたと、はい、ね、はい、あの出産報告っすか。うん、はい、子供できましたって言うから、はい、いや、じゃあ飯連れてくよっつって、はい、六本木ヒルズのさ、はい、串揚げ屋、おいいとこ、ね、連れてったの、まあ、なんかしないけど俺が迎えに行ってさ、渋谷まで、お優しい、車で雨降ってるっつって、はい、んでヒルズ行ってさ、はい、飯食わしてあの子供のね、名前考えてんですよと、はいはいはい、ああそうなんだっつって、はい、まだ何も決まってなかったあの時な。まあ全然、うん、はい、でどういう名前がいいですかねとか言うわけ、はい、まあ、1時間半ぐらい食事の時間あって、はい、ほとんどその話だったわけ。ああ、ずっと考えて、うん、あげてたんですね。でなんかすげえ聞いてくるから、はい、あ、なんか俺につけてほしいのかなとか思っちゃって。はい、そうっすよね、お世話になってるし、うん、でなんかすごい本気で考えてさ、はい、で、あの将軍の将っていう字あるでしょ、はい、まあ、田中将大の将、はい、将将かっこいいっすねみたいになったわけ、はい、なんか強い字がいいっつって、うん、ね、言ってたよね。それ言いました、はい、うん、男らしい強い感じ、はい、将っていいじゃん、首相とかさ、はい、将ショーいいっすね、うん、確かに。いいじゃん、あ、いいですね、はい、あ、ショーいい、めっちゃいいじゃないですかとか言って、うん、ほんで食べ終わって家まで送ってったの、はい、雨降ってるし、
ありがたい。わざわざ。で、引っ越した新居がさ、はい、ちょっとこう、住宅地のすげえ狭い道だらけのところで、ほんで、その時すげえもう、まあまあの雨降っててさ、はい、夜。で、結構大変だったの、行くのが。はい、そしたら、こいつ道間違えて、すごい狭いとこ、ここ左に行くしかないっすね、みたいな。はい、もう一方通行だらけの。うえ、ここ左行くのか、これ、つって。何回か切り返しして、はい、俺、縁石にぶつかっちゃったのよ。わ車、はい、前の部分、角。ちょっとうわぁと思って、初めて擦っちゃった。わぁ。まあでも、しょうがない。可愛い後輩乗せてきてるし、はい、その記念日みたいなもんだからね、子供の生まれたお祝いだから。まあまあ、しょうがないっつって。全然気にすんな、つって。で、こいつの家まで、家の目の前まで連れてって、はい、で、帰って。で、そこからさ、1週間以上経っても、名前決まりましたっていう連絡がないわ、はい。子供の名前。なんだろうな、もう決まってんのに連絡をよこさないのかなとかちょっと思ってて、うん、恥ずかしいけどこっちから聞いちゃったわけ、はい、メールして子供の名前どうなったのってそしたら雄太に決めました。いや、入ってない、まず賞入ってないわけ、入ってないっすね。ね、はい、でもう決まってるし、それもうすでに決まったらまず言ってこないっていう。そうっすね、あんなに相談してたのに。相談してご飯食べて、全然強そうな名前でもねえし。そうっすね、優しい、どっちかというと優しそうなイメージ、うん、それをね、怒ったの。それはもう裏切りですもんね。言ったらいいよこれ、ね、おいいですね。あ、いいっすね。いいじゃないですか。いいね、うん、これ買います。え何してんの。違う、何なんか上でかぶせるよって言われた。じゃあなんでかぶせないの、なんで言わないのお前。え、あ、もうここでかぶせるんだ。そうだよ、なくなったみたいなこと言ったからお前。いや、ちょっと戻したんですよ。こんなの見たことないよ。いや、でもなんか伸ばせば多分結構美味しくなると思いますよ。なんだお前は本当にさ、だいぶ違うものになってきましたね。でもいいと思いますよこれ、味噌なんか初めての試みで。ミルフィーユみたいな、ミルフィーユみたいになってるから、ミルフィーユかつ、はい、逆に美味しくなる可能性もあるじゃないですか。さあ、じゃあね、はい、そっか、あ、ここで卵を、これ2つだとなかなかむずいんじゃないですか。これを僕がこう揚げてるんで、はい、その間に割って、おお、共同作業、はいはい、はい、えい、逃げちゃうかな、大丈夫かな、あー逃げる。これ多分テフロンがいいんじゃないですか。いいな、ってなっちゃうんですね、いいやつだから逃げちゃう、いいテフロンだな。はい、よし、ちょっとまあここへこすろう。これ本当は割れないんですか、黄身が。そんなことないですよね。ちょっとね、黄身をちょんって割っ、はい、こっちが割ってもいいの。ああ、ちょっとこれでやったら逃げないですか。そう、はい、ここでこう切れ目入れちゃう、はい、あ、それだといいのか、逃げないか、はい、ああ、逃げるね、逃げる、あった、逃げるね。いいホットプレートだと思っちゃう。そうそう。めちゃくちゃ美味しそうだね。まあそうだね。なんかさっきよりまたもう一個慣れて、うん、出来上がり良くなってないですか。なってるね。ね。卵めっちゃいい感じ。たっぷりソースかけて、ソースたっぷりがうまいね。マヨ、マヨ、マヨ、いいですね。マヨネーズがこの細くなったんですよね、ノズルが。そう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 。それがいつの時代からか。それがいいよね。あれはカツオ節とかは、そしてこう大根山風に、ああ、しますね。そんなこと前してなかったのに。
おしゃれなんて言ったんだろうな。そうそうそう。お花みたいにして。ね、そうそう。ああ、綺麗。綺麗ね。綺麗だな、すごい。はい、完成でございます。これ、さっきは、はい、さっきはなかった。さっきは違う。ほぐし、花がつおを。はい。青のりは。青のりは、かけますか。お好みですか。青のりもいっちゃいます。いっちゃいますか。行きましょうよ。ね。この部屋でお好み焼きはもう二度とすんなって言われそうですね。本当に。誰だここでお好み焼きしたのって。油の汚れだ、匂いだからなかなか落ちないですね。うん、これ、どうなんだろう。明らかにソースの匂いしましたもん。時間を置いて入ったら。はい、じゃあ3等分、3等分お願いします。3等分。はい。3等分ってどうやってやるんだろう、これ。構成。Y だよね、Y。Y でいきます。ベンツのマークみたいにして、うん、お好み焼きってこういくんじゃないですか。ああ、なんかね、関西の人はね、うん、そういうよね。三等分だよ。はい。Y にします。うん。なんか大阪の人にそれやったらなんか、それピザの切り方やんそれって言われるんですよ。言わしとけよ。なんそんな切り方をしたんですか。大阪の人じゃねえんだから。いないんだから大阪の人。うん、はい、どうぞ皆さん召し上がれ。イエーイ、できた、完成です。素晴らしい。伊達焼き延長戦、はい、どうぞ。うまっ、おいしい。もちいいんだよね、もちが、胡椒も、うん、ありがとうございます。